先から声が聞こえてくる。この先に進むにはエレベーターに乗るしかなさそうだが。ロックがかかっているな。職員の権限が必要らしい。任せろ、あの端末ハッキングして権限を書き換えてやる。ありがとうナビ、私が絶対に守る。ハッキング始めるぞ。準備できてるか。よし、やるぞ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。くらいな。電撃が有効。手間取る相手じゃないぞ。はい、ぶっこめ。弱点にヒット。いい調子だ。よっしゃ。ジョーカー、攻撃力が低下中。見てろや。まだまだ。光る、うまくつなげたな。キャプテンヒット。こんなもんかな。追いつかる。キレコは大丈夫か。レイショータイム、見せてやれ。くらいな。あいつカーンのうまいことやるじゃねえか。褒めてやろう。くらいな。弱い敵だが物理は効かないようだな。そうだな。よっしゃ、ペルソナ。私を手こずらせるとはやるな。行くぜ。うっしゃー、ぶちっかな。どんなもんや。うん、かっこよかったよ、スカル。見てろや、キャプテン。スカル、ナイスヒット。記録、スカルも時々かっこいい。やい、ぶっ込め。くらいな。くらー、オラオラ。どうや。我が輩自慢の素早さが下げられしまってる。奪え、きっと落ちませんぞ。よし、終わりが見えてきた。もうちょい踏ん張って。一丁上がりってな。電撃が有効。手間取る相手じゃないぞ。キャプテンキッド、オラオラ。ペルソナ、ぶっ込め。弱点のヒット。スカル、いい感じだ。ホリライター、みんなお疲れさ。よっしゃ、新技だぜ。やったな。ふん、気力は大丈夫か。無理しちゃダメだぞ。シャドウの反応はないな。やっちまえ。任せろ、頼んだ。あ、入れちゃった。キングもいない。
ここ誰もいないわ。それに見てみろ、あれ。なんだよ、もう願いができてんじゃねえか。予告状なしに。ソフィア、あなたが来るのを待っていました。今の声一体どこから。お前は誰だ。私は人の真の願いを叶える存在、人が求める安らぎを与える存在。この声ソフィーにそっくりだぞ。どうなってんの。キングが失われたこのジェイル、そこに現れたあなたに興味があります。キングが失われた。ではあの所長は。そうか、このジェイルはキングが不在だったんだ。だから鳥かごの入り口も開いてて、いろいろとイレギュラーが起きてた。私を知ってたから話しかけてきたわけじゃないのか。ソフィア、あなたは何者ですか。私は人の良き友人だ。良き友人？ AI であるあなたが良き友人となってどうするのですか。どうする。あなたの目的は何ですか。目的、それは。目的もなくさまよっているのですか。わ、私は。残念です、ソフィア。そのような AI に存在する価値はありません。あなたは無価値なバグ、問いかけに値しない存在です。私は無価値。そう、無価値です。あなたには理解できないでしょう。てめえ、さっきから聞いてりゃベラ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 、うちのソフィーに随分好き勝手言ってくれてんじゃねえか。面出す度胸もねえ、陰湿陰険ジメジメ野郎が。ちょっと。うん、思いつく限りの罵声を浴びせているな。スカル、バグだ、無価値だ。んなことてめえに決められる筋合いはねえ。ソフィーは大事な仲間だ。それがすげえんだ、それが一番なんだ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおい、スカル、お口が悪いぜ。怪盗団ってのはもっとスマートに。だが今は許す。バーカバーカ。あなたたちの主張が理解できません。ムカついたんならとっとと出てこい、ぶちのめしてやる。我が輩たちが相手だ。答えを与え導く、それができて初めて人を幸福にできる。いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。逃げやがったか。なんか出てきた。こいつトラウマルームの。なんでここにいんだよ。セキュリティが目を覚ましたみたいだ。来るぞ。万人が来るぞ、構えろ。おいソフィー、ボケっとすんなよ。一緒にこいつぶっ倒すぞ。ああ。ソフィー、今はこいつに集中しろ。すまない。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。罠？いつも使うのかよ。注意しろ、今まで戦った敵と同じ攻撃を使えるみたいだ。倒れろ。やば、いきなり突っ込んできたし。技の緩急も自在ってわけね。さあ、侮れない相手だわ。強敵だな。やっていい。気合入れていけ。ぶっ飛ばす。俺も続くぜ。このままいっそうだ。よっ、やっ、あーくっ。撃つぞ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。これだな。打たれ強いし、攻撃読めないし、
本当腹立つ。みんな負けるな。敵をよく観察するんだ。合わせた。くらえな。なかなか多芸だな。次の動きは予測できん。全部避けるのは難しいわね。守りを強化しておきましょう。ぶっ込め。くらえな。悪いな。あれ使っていいか。それ邪魔だ。ソフィー、トメ、しっかりしろって。俺らがついてんだろうが。よし、パワーアップだ。シーゾ、ナビ、ソフィー、ちょっと、うん、これはまずい。暗いな。ペルソナこいつ、手がない。気をつけろ。盾で身を守りながら自身を強化。厄介な戦法だな。今は無理に攻めない方がいいかも。回復と強化に専念するのも手だ。くらいな。感謝するぞ。すごいな。クイーンのパンチに似てる。まさかこいつ学習してるのか。だとしたら厄介だな。早々に決着をつけるぞ。くらいな。あいつやっていいか。オッケー、ぶっ飛ぶ。マイゾンソフィー、弱点にヒットだ。よっ、いい動きだ。そこか。これも続くぜ。ナイス追撃だ、ソフィー。くらえ。決まったな。やっ、邪魔だぞ。パワーチャージ。強敵だが、祝福属性が弱点だ。狙っていけ。そこか。はっ、撃つぞ。チェンジだな。任せとけって。うわー、くらいな。くらいな。うわー、邪魔だ。くらいな。うわー、開いた。強敵だな。気合い入れていけ。モナの気力がやばい。注意して。頭つけるぞ。褒めてもいいぞ。じゃあな。いけるぞ。ショータイムだ。ほんで、うわら、どけよ。いくぜ。よっしゃー、ぶちかな。うわ、スカル、やかれてやるぞ。いい調子よ、スカル。次もお願いね。くらいな。くらいな。うらら。やべ。よし、来た。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらやばいぞ。任せたぜ。やられた。やっ、強敵だが、祝福属性が弱点だ。どう狙っていけ。うん、危ねえ。おい、使うぞ。頼んだ。よし、招待アルセイル、食らえ。みんな、お疲れ。え、もっと我が輩を頼ってもいいぞ。なんとか倒せたな。つか結局あの声って何だったんだよ。声、ソフィーとそっくりだったよね。これってまさか。鳥かごが崩れる前兆ね。急いでここを出ましょう。くそ、
いろいろおかしすぎんだろ。ここってどうなってんの？ああ、キングではなく万人を倒して鳥かごが崩壊するとは。それもキングがいなかったからかもな。まあこれで願いも解放されただろう。島の奴らも元に戻ってるはずだ。そうあってくれ。もうあんな B 級ホラーな思いはまっぴらだ。みんなごめん。ソフィー、結局私のことは何もわからなかった。無駄なことで振り回してしまった。そうだよ。それにソフィーのことだってきっといつかわかると思う。ああ。それに分かったこともある。あの声に無価値と言われたら悲しいと感じた。だけどみんなが怒ってくれて今度は嬉しいと感じた。その後はずっと、今もポカポカしてる。私には仲間がいる。私は一人じゃないって分かった。ありがとうジョーカー。ありがとうスカル、モナ。なんだよ、今さら分かったってそれかよ。まあ俺はムカついて怒っただけだしよ。我が輩はスカルを止めようとしただけで。おやおや、二人とも照れてるのか。マスクまで真っ赤よ。はそんなんじゃねえし。てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くて分からんな。別に照れてねえし。じゃあそろそろ戻ろっか。うむ、寂しくて泣いてるかもな。じゃあ現実に戻ろうぜ。帰ってきたらどっと疲れたわ。てかもう朝じゃん。通りで眠いと思った。とりあえずお疲れさん。でどうだった？キングはドイツだったんだ。やっぱり島の人間か。マリスのことは全父もろもろ後で連絡する。今はとにかく寝かせてくれ。激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ、車の様子を見てきてやる。お前らと違って俺は留守番してただけだしな。これぐらいやるさ。考えてみりゃ船旅に海水浴にバーベキューに、そこから一気にジェイルだったからな。さすがに我が輩も疲れたぜ。前半は遊びだけどね。だが収穫のあるジェイルだった。あの鳥かごで聞こえた声誰だったのかな。どうせろくなやつじゃねえだろ。ソフィアの声真似なんかしやがってよ。お、前吉から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて大丈夫だぞ。途中も島の連中は見かけなかった。お前らのおかげかどうかはまだわからんが、とりあえず今は安全そうだ。よかったわ。じゃあ戻りましょう。何もかもおかしなジェイルだったよな。そういえばなぜあそこでは願いが実体化していたんだ。
予告状出してなかったのにね。ああそうだ、ボイスレコーダーから察するに所長は黒幕に願いを渡せと脅されてた。きっとそれが予告状の役割を果たしたんだよ。ゆっくり休めたか。島の人たちの様子は？心配ない、みんな正気を取り戻してるみたいだ。至って平和さ。まあ案の定揃いも揃って、ここ数ヶ月の記憶が曖昧だって言ってるわな。そういえばキングがいなかったのに、どうして島の人たちは張り紙したり私たちを襲ってきたりしたのかな。それも含めて実験だったのかもな。あとキングのことだがな、それらしい遺体が見つかった。あの研究所の所長だ。研究所の崖下で死んでいた。名前は生方修造、業界では有名な AI 研究者だったらしい。検視はこれからだが、お前らの話から察するにおそらく自殺だろう。自殺？あの人もただ黒幕に騙されてただけなんだよね。ジェイル実験から逃れるため身を投げた。そんなところか。時間は経過していたが遺留品があって助かったぜ。身元がすぐに。なんつうか、おっさんってさ、そういうの淡々と喋れんだな。ああそうだな、まあそういう仕事だからな。それで遺留品から研究所の鍵が出てきた。これであの中に入れるぞ。鍵って勝手に入っても大丈夫なの？不法に侵入して手に入れたものじゃ証拠能力がないはずでしょ。いや、死体が出た以上関係施設は捜査する必要がある。入っても大丈夫だ。もっとも、もう何も残ってねえかもしれねえが。え、なんで？しばらく前にトラックが何台も入って慌てて中の荷物を運び出してたって話だが、証拠は消されちまってる可能性が高い。だからといって調べない手はないだろう。何か残ってるかもしれないからな。ああ黒幕の尻尾掴んでやろうぜ。淡々とか、いつからだったか。おい何か見つかったか？ダメだ、何も見つかんねえ。ジェイルのジェの字も出てこねえ。あるのは表向きの報告書ばかり。やっぱり手遅れだったのかしら。今さらだけど現場保存とかいいのかな。偶然見つけちまったんなら仕方ねえだろうが。今のは聞かなかったことにしましょう。みんなお宝見つけたぞ。 USB メモリー所長室にあった。おーでかした。双葉てかよくそんなもん残ってたな。そういう大事そうなものって真っ先に持ってかれちゃいそうだけど。でも大事っぽいのは間違いないぞ。引き出しの二重底に隠されてたからな。そんな隠し場所よく見つけたな。まあね、って見つけたのはソフィアだけど。人が物を隠す場所ベスト10をサーチした。褒められた。じゃあ早速中を見てみましょう。いけそうか、さくら。お、パスワードかかってるが、こんな既製品レベルちょちょいのちょいだ。よし、開いたぞ。これは何のリストだ。人名が列挙されているようだが。ここの職員の名簿とかか。違うわ、これここにリストアップされている人たち、みんな各界の名だたる大物ばかりよ。大物？じゃあスポンサーのリストとか？この名前最近どっかで見たような。この吉川ってやつ、数週間前に公文書の改ざんを告白したやつだな。そういえばこっちの人は先月汚職を告白した札幌中央市の市議会議員だわ。それって
マリさんが改心させた人？じゃあこのリストって。決まりだな。これは黒幕が改心させようとしている人間のリストだ。なんでこんな大物ばっかり。黒幕の目的って一体何なんだろう。それはまだ分からねえな。ここから先は一旦俺が預かるぜ。このリストをどう使う。ここに上がった奴らの利害関係を一から洗うのさ。この人たちが改心することで一番利益を得る人物、それが黒幕ってことね。そういうことだ。時間はかかるかもしれんが必ず突き止めてやる。張り切るのはいいけど、茜のとこちゃんと帰れよ。うん、分かってるっつの。しかし今回はいろいろと善吉に助けられたな。家に泊めてもらったし、襲われるのも回避できたし。やるじゃん善吉。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。どこの世界に怪盗一味に入る公安がいるんだよ。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き止めるまでやることがないな。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船かよ。あれ酔うんだよな。じゃあ九州に行ってみない。それならあんまり船に乗らなくていいし、九州にジェイルがないかも確認できるんじゃないかな。ごめん、私あんまりこの島いたくないかも。さっきみんなが寝てた時も外とかすごい確認してたもんな。ちょっと双葉、お前らは九州だな。分かった、俺は黒幕を追う。突き止めたらまた連絡するぜ。フェリーは検索した。今から行けばすぐ乗れそうだぞ。よし、善は急げだ。準備して乗り場に向かうぞ。なあなあ、つけておこう。さて、うん、探してきたぞ。さてと。